ボブを弾くって翻訳したらね、まあ書こうかなって思ったら書きますよ。好きなキャラメルはあるんで。このページまた134が更新されるんですか？もう編集さんは待機してるはずなんで、更新を準備して。僕は11時には渡すという予定あるので、ちょっと後で電話しないとダメですね。もうちょっと待ってくださいです。で、スタッフさんにはちょっと定番とスピード線だけ入れて、とりあえず仕上げるところは仕上げてもらって、編集さんも待たせてたよね。非常勤の時間になってしまったら申し訳ないから。早めに渡せるようにしないと。
ありがとうございます。
そうですね、確かに喫煙キャラは減ったし、やっぱ単行本の表紙でもね、タバコを吸っちゃいけないみたいですからね。セクシーなのにな。大泉洋の顔は結構うまく描けたな。割と単発のキャラってね、髪の毛少し長めに描きすぎちゃったりとか、ちょっと違うだけでだいぶ印象変わっちゃうかな。難しいですよね。ああ、なるほど。タバコじゃないよ、棒付きキャンディーだよ。シガレットキャンディーだよ。シガレットガムだっけ。
Ya.
1、2時間どうでしょうね。死んでるばっかりだからちょっとかかるかもしれないな。はい、まあ、終わるまでやめませんので、全く言えば納得いくまで書きますけど、あまりまだちょっと読めません。この本を読んで
上がりが読めませんってすごいよな。終わりです。頑張ります。
まあ一問書いてて楽しいやつ残しててよかったかもしれないですね。見る終わったら眠れるっていうか、飯が食えますね。終わってもまだスタッフさんは、ね、仕事してるわけだから酒とか飲めないしな。あ、5月2日何日？マジで？おかしいな。でなってんだ、そんな。マジかよ。次回更新6月23日って、どこでなってるんですか？ホームページで。マジで？延期されちゃったの？知らないうちに。悲しいな、おい。なんだそれ。そうすると全然顔が違うな。初登場の時の方が老けてるってどういうことだ。23日、ちょっと待ってよ。23日って何曜だ。いや、土曜日には更新できないでしょ。先週からいないんだから、今週は無理。
んでもいいや。ちっちゃすぎてわかんないよね。
土曜更新って、それどこ情報なんですかね。土曜に更新、なんだろうな、タイマー更新だったら、時限更新だったら、わからなくもないですけど、それにする意味がよくわかんないですしね。23人、ちょっと待って、ちょっと待って。本当か？それ本当か？本当かな？どうかな？飛び交うね。飛び交うね、情報が。結構赤銀河が好きなんですよね。かっこいいなと思いながら描いてるんですけど、あんまりいい役前ではなさそうな予感がするな。
ちくしょう、23時だ。外へに。書き始めたのは7時ぐらいですよね。もうそんな時間経ってるのはないよ。恋人たちを救いに行くんですよね。誰だったっけ？ここに隙間がある。ここに隙間がある。どれだろう？
もちろんね、もっとビジネスにしないとダメですね。どうかな。じゃあ決まってみや。何でしょう。ちょっと待ってくださいね。忍者の神話を探してきます。お父さんに報告しないと。
ちょっと忍者の地位を探してきます。お疲れ様です。忍者キャラがいるんでね、忍者の修行をちょっと忍者の修行、まあ、オーソドックスな忍者で非常にいいんですけどね、非常にいいんですけど、お前普通に歩いてくれよ普通に歩いてるポーズはねえの。お、これ外人さんは喜ぶんじゃないか。外人さんはアメリカじゃ恐竜とアニ、あ、恐竜と忍者は常にブームらしいからね。普通に歩いてるとこがねえよ、やっぱ。
普通に歩かせる必要はない。ああ、それはそうだ。みきさん、いいこと言った。いいこと言ったけど。それはそうなんだけど。みきさん、その通りなんですけどね。その通りなんですけど。あ、でもこっちの方が面白いや。こっちの方が面白いや。ああ、ふみさん、ありがとう、どうも。ありがとうございます。普通に歩くよりこっちの方がいいや。これだけストライダー、飛竜みたいな。ポーズとって。そうだよな。普通に歩かしたってつまんねえよな。こいつは何をやってるんだ。 変にキャラが立ったな。 そうじゃんね。普通にやるかしててつまんないよ。もうさ、スパイダーマンのポーズがそもそもあれ忍者なんじゃないですか。あのスパイダーマンのポーズの発祥ってカプコンのゲームなんですけど、カプコンの格ゲーで初めてなんかああいうポーズのイメージができたらしいんですけど、まあ壁伝ってね、糸でぶら下がってアクションって忍者っぽいの。どうなんだ。イメージがあったの。レジの前で小銭ぶちまけたいと。リアルだな。あるあるですね。
高校出てすぐぐらいは引きこもってたんですけど、引きこもりが長すぎると体の症状がうまくいかないから、よく小銭も落としたりとかするんですよ。あわわってね。プリズナーの体が入るのかな。
さんになってもらうにもちゃんとあれだな、見通しを立てないといかんのですけど、そう、諦めなかまあ、その延長してしまったからには一切手を抜かず、すんげえの書きます。はい。できたバカ野郎。確かに小さなセナっぽいですね。セナの表情だな、これは。癖で書くと背中っぽくなってしまう。
じゃあ、夜更かしが決定しました。ということは、夜食談義に花が咲きそうですね。あと1時間で仕上がりそうですか。わかんないですね。結構埋まるとは思うんですけど、なんていうんですかね、フラクタル構造っていうんですかね。ちっちゃい、こう、でかいところ埋まって、ちっちゃいところに行けば行くほど、さらになんかこう、細かいところが発生するという。いや、それはまあ、それはね、黒光りにはトンを張らなきゃいけないですし、処理はあります。処理はあるので、明日になっちゃいますね。すいません。誠に申し訳ないです。誠に申し訳ないです。でも、すんげえのあげます。すんげえの。すみません。少々お待ちください。もうこれ出来上がるまで全部ずっと続けますから、ドキュメントをご覧ください。
隠れてしまう。そこで。
スドリルは三船敏郎なんだよね。
だとそんな感じになってますよね。遠いな。
クーラーついてるね。暑いな。
4冊すごいな。ありがとうございます。
あ、本当だ。みんな左足スタート。いやいや。あ、トンプは右足だよ。本当だ。書きやすいの書いていくと左足スタートになっちゃうの。足並み揃えてっていう感じでいいじゃないですか。ああ、そうですよ。ジェットナイスガイはジェノスに対抗してお前してるんですよ。ジェノスっぽくなったどーっつって戻ってきたら、ジェノスが悪魔みたいな 極悪サイボーグになってるぞ。さらに強力な。まあ、ほら、新海洋の時のね、エピソードとか見ると、確かにジェノスに対抗意識は燃やそうだなっていう感じしますもんね。同じ細胞として。ジェノスはダークネスブレード ダークネスブレードダークネスブレードがなんか聞いたら鼻の穴を膨らましそうな話ですね、それ。金髪サイボーグは最近ダークネスブレードに乗ってきてるって噂が出て聞いたら、ダークネスブレードはどんな痛いことを言うんでしょう。痛いこと言うんだろうな。キングルさんいませんか？戦えるんですか？いや、単純にあれですね。付き添いですかね。キングルさんちょっと強そうな感じしますもんね。戦ったら。上からレンザーの一つも出してる。1時間前のコメントか。この絵だけで合計10時間以上。え？ 10 時間も書いてないですけど。あ、でもそうか、10時間以上。そうっすね。下絵も入れると軽く10時間ぐらい書くのか。すげえな。いいよ、増えてますよ。壮観だね。よいしょ。カメラに入りきらないもんな、俺。だいぶ埋まってきましたよ。
と少しではない、全然。ちょっとコーヒー入れていきます。日本ってポスターにするんだったら、このセリフ取りたいですよね。取っちゃおうか。取ってなんか後で、あのレイヤーで、抜けられるようにして。だって手首の太ももが隠れてるもんね。それはいけない。せっかく時間が、締め切りが伸びたんだから、徹底的に書きましょう。徹底的に書いてしまいましょう。
オーディエンスっていうか、そんなレアケースあんまりないでしょ。筋肉資料はパッと見つかりませんね。
黒光みたいな格好してポーズ撮ってる写真なんて、ボディービルダーなんてね、みんなこんな格好してる印象だから、すぐ見つかりそうなもんだけど、ポーズを先に当て込んでから探すと見つからないもんですね、なかなか。そうですね。手のサイズの違いね。
しいだろう。ではこの忍者のデータを入れて奥のレンズを書けば。
ウィザードリーの忍者みたいだね。こうやって書いてみると。ウィザードリーってもう分かる人いるかな。